現在外出自粛で恋人にも会えず辛い思いをされている方も多いのではないでしょうか。戦国時代では政略結婚が大半を占め、婚約者と一度も会うことなく結婚式を迎えるなんてことはざらにあったとのことです。そんな時代に手紙だけのやり取りで心の距離を縮め、お互いを思い続けた若い男女がいました。織田信長の長男信忠と武田信玄の娘松姫です。今回はこの二人の悲しく切ない恋物語をご紹介いたします。織田信忠は信長の嫡男として高次三、1557年に生まれ、幼名を奇妙丸と言います。幼少期から信長の後継者として育てられ、徹底した英才教育を施されました。一方、松姫は武田信玄の御女として永禄4、1561年に生まれています。松姫は大変可愛らしく美しいお姫様だったようです。この頃の織田家は尾張を統一したばかりで、甲斐の武田家とは同盟関係となっていました。信長は自分の姪を武田勝頼の正室として送り込んでもいます。永禄10、1567年11月、織田家と武田家のさらなる同盟強化のため、信忠と松姫は婚約します。この時信忠11歳、松姫は7歳。二人とも幼かったため、松姫の織田家への押し入れは先延ばしとなります。その間は武田家で養育され、織田家嫡男正室お預かりとして扱われました。つつじヶ崎館の新居に移された松姫は兄たち御両人と呼ばれました。二人の婚約は盛大に祝われ、それ以降松姫のもとには信忠から贈り物が届けられ、幼い婚約者同士はお互い手紙を送り合い、心を通わせていたといいます。現在だと小学校5年生と1年生のお手紙のやり取り、なんだか心がほっこりさせられますね。しかし戦国の時代、ほっこりもそう長くは続きません。元亀3、1572年武田信玄が将軍足利義昭に呼応して、信長包囲網に参加するべく上洛を決意。そして三河を通過する際に徳川家康と対陣、世に言う三方ヶ原の戦いが起こります。信長と家康は同盟関係にあり、信長は家康から援軍を要請され、これに応じます。しかし徳川織田連合軍は大敗。これによって織田家と武田家は手切れ状態に。もちろん信忠と松姫の婚約も解消されてしまいます。きっと会える日を楽しみにしていた二人、結局一度も会うことなく切ない別れとなってしまいました。ですがこの時16歳と12歳だった若い許嫁同士は、その後もお互いを忘れることはありませんでした。松姫はその間いくつもの縁談があったそうですが、首を縦に振らなかったそうです。翌年元亀4、1573年に武田信玄が病に倒れ病死、後を継いだのが異母系の武田勝頼。松姫は心情的に織田家に近しい者として警戒されるようになり、異母系の仁科盛信を頼り、高遠城長野県に身を寄せるようになりました。一方の信忠は一向宗や武田家との戦いにおいて、父信長にも実力を認められる若武者へと成長していきます。
武田家は勝頼の代になり領土拡大に成功するも、天正3、1575年の長篠の戦いで織田・徳川連合軍に大敗。それ以降勢力をそがれてしまいます。そして天正10、1582年ついに信玄亡き後の武田家にとどめを刺そうと信長による甲州征伐が開始されます。この合戦の総大将に任命されたのが信忠でした。信忠は伊那方面から武田領に侵攻、松姫が住む高遠城にも迫ります。この時松姫は新婦城に避難、兄森信の3歳になる娘や勝頼の娘などを一緒に連れ出していました。高遠城にこもった森信は信忠の降伏勧告を受け入れず奮戦した後自刃、高遠城は落城してしまいます。一方で追い詰められた勝頼も天目山で自刃、これにより武田家は滅亡してしまいます。松姫は勝頼の娘貞姫、森信の娘徳姫、小山田信重の娘かぐ姫ら当時3歳から4歳だった幼い姫君を託され、勝頼の正室北条夫人の実家北条家を頼りに武蔵の国へと落ち延びました。現在も山梨県の小菅村と大月市との境界に松姫峠という地名が残っています。現在でも通行止めになることもある険しい道、若い女性と幼子だけでこの道を歩き続けました。苦難に満ちた逃避行であることは想像に難くありません。元婚約者が攻めてくる中、それでも子供たちを守るために歩みを進め、なんとか武蔵の国多摩にたどり着きます。松姫一行は八王子の金松庵へ身を寄せていました。一方で信忠も松姫を探し続けていました。やはり信忠も松姫のことを思っていたのでしょう。この時すでに三法師、後の織田秀信という男児を設けてはいましたが、未だに正室は迎えていませんでした。そしてついに信忠は松姫を探し当てるのです。信忠からの使者が訪ねてきて、松姫を京の宿舎明覚寺に招いたのです。こうして一度も会うことなくお互いを思い合っていたかつての許嫁同士はようやく面会を果たすことになるはずでした。しかし残酷な運命が二人を永遠に引き裂いてしまうことになるのです。松姫が信忠のもとに向かっていた6月2日、あの歴史的大事件本能寺の変が勃発。信忠は明智勢を二条新御所で迎え撃ち、死闘の末に自刃、享年26歳。この知らせを聞いて忌憚に暮れながらも、松姫は武蔵の国へと引き返していきました。信忠と松姫は一度も顔を合わせることなく永遠の別れとなってしまいました。その後八王子に戻った松姫は武田一族と信忠の菩提を弔うため信玄院という寺で出家剃髪、22歳の若さで新正二という二相号に改名します。新というのは武田の通り名でもありますが、信忠の信からも取ってあるようにも伝えられ、そう思うと切なくなってしまいますね。松姫は信玄院で8年間修行を積んだ後、共に逃げてきた姫たちを育てるため朝から晩まで働きました。兄勝頼を裏切った家臣の娘もいましたが、
松姫は変わらず大切に育てます。そんな心優しい松姫をかつて信玄の家臣だった大久保長安らが積極的に支援、松姫の生活を支えていたそうです。元南に1616年大阪夏の陣で豊臣家が滅び、天下太平の世を見届けるかのように松姫は56歳で静かにその生涯を閉じました。22歳の若さで俗世間を捨て、人々に慈悲深い尼御瀬として慕われた松姫。信忠と松姫はまさにロミオとジュリエットを地で行く悲劇のカップルでした。戦国版ロミオとジュリエットの恋物語に胸を打たれた方は高評価、チャンネル登録にクリックをお願いします。